ちは、ウェブマーソングライターのよしみです。今日はなんとカフェダイニンググルメさんにやってきました。今日はこれ縄文カルタグルメストーリーっていうのをやってるのを聞いて食べに来ました。なんと、縄文カルタ皆さん知ってると思うんですけど、縄文カルタの札にちなんだメニューをそれぞれお店さんがじゃんこんな作ってて、でこれを食べ歩きしてこうスタンプを集めるっていうね、美味しくて楽しいイベントをやってます。でこれは3月31日までなので、ぜひまだの方は行ってみてください。で今日はなんとこちら、焼きシフォン、焼きシフォンケーキ、こちらですね、もう食べに来たんですけど、ちょっと見てください。これ全部これは群馬の地粉を使った焼きシフォンケーキってことなんですけど、なんか色もすごい黄色くてフレンチトーストみたいな感じです。ちょっとだけ食べてみたいと思います。いただきます。すごい、これなんかふわもちカリ甘い、しょっぱいみたいな。グルメレポが苦手なんですけど、とにかくなんかすごい、これ美味しい。あ、卵の味がめっちゃしっかりしてますね。これ黄色い色って分かりますかね。これすごい、美味しい焼きシフォンケーキなんですけど、さっきしょっぱいって言ってて、なんでしょっぱいかをじゃーんオーナーしげさんに聞いてみました。はい、ちょっとしょっぱかったんですけど、なんでですか？シフォンケーキを焼いた後に、はい、トースターで焼いて、焼くときにちょっと有塩バターを、ね、そのしょっぱさが出てるんですか？はい、あ、そうなんだ。やっぱ甘じょっぱいのがね、はい、群馬県民は好きなんですよ。ああやっぱり焼きまんじゅう的なところを目指して、甘じょっぱいところを意識して。さっき食べたお肉の塩気がついちゃったフォークで食べちゃったのかなって思ったんですけど、そういうわけじゃないですね。作戦通りだったから、作戦通りそういうわけじゃないですね。五感に訴えるような群馬県民の、あ、さすがです。DNA に訴えかけるようなシフォンケーキになっております。そういうことか。これ普段もこの大きさですか？私がちょっと重い大きさですか？あ、そうなんだ。結構トッピングバナナとかいろいろ選べる。あー、結構ですね、ボリュームあるんで、こうちょっとね、友達とかカップルとシェアしたらいいかもしれない。はい、いや、このね、ちょっとしょっぱくて、しかもなんか周りがね、若干そのフレンチトースト的なそのカリッとしてるけど、中はふわふわみたいな感覚、これはちょっと食べてみないと分かんないと思います。以上、カフェダイニンググルメさんでした。ありがとうございました。あ、ちなみにグルメさんは、かだそうです。関東と信越つなぐ高崎市のか、これでシフォンケーキで、姉妹店のツリーさんは、あ、頭のいたずら鬼の押し出しのガーリックトーストとかもやってます。他にもいろいろあるので、私もいろいろ行ってみたいなと思うんですけど、要チェック、縄文カルタグルメストーリーということで、いただきます。ではさようなら